おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年4月5日からテレビアニメ第3期聖魔激突がスタートしたので、小説7巻をゆっくり紹介していく37本目の動画で第4章2度目の退治その7です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説7巻聖魔激突編で一気見できます。アニメの後追いになっていますが、アニメではだいぶはしょられて進んでいるので、細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。それでは、ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部。ごちそうさま。とても美味しかったわよ。そう言って日向は支払いを済ませ、席を立つ。その目に、慌ててスープをすする部下たちが見えた。ああ、慌てなくても部屋に戻るだけよ。それと、一応言っておくけど、スープまで飲むと太るわよ。その一言に動きを止めたのは、リキスだ。え、でも、日向様も。私はね、太らない体質なの。忠告はしたわよと言い残し、日向は去っていく。そのセミリキスの恨みがましい視線が注がれたのだが、満足して眠くなっている日向が振り返ることはなかった。ここから、二度目の退治その7本編です。そして翌朝、一行は再び旅路へと着いた。ゆっくりと休んで、体調は万全。ジュラの大森林の困難な悪路に挑むにも、十分な英気を養えている。行くわよ。日向の声で出発する一行。しかしその気合は、始まってすぐに無賛することになった。なんなんですかね、これ。退屈になるほど回答だな。いやいや、それ以前にこの道ですよ。イングラシアのオート並みに綺麗に舗装されているって、どう考えてもおかしいでしょう。彼らが驚くのも無理はない。道は石畳で舗装され、水たまりすらなかった。穏やかに肩勾配がつけられ、下には側溝がしつらえていたからだ。雪で路面が凍りつくといったこともなく、快適な旅を約束してくれている。というか、魔物の気配もありませんね。森の中でも、魔物は少なかったですけど。一度調査に訪れているリキスも、その時の様子を思い出したのかそう言った。リキスの言う通り、この街道を覆うように張られた結界は驚愕だ。街道のおよそ10キロ地点ごとに設置された魔法装置の働きで、その周辺の魔物の侵入を阻む大麻結界が張られていたのである。これによって旅の安全は飛躍的に向上し、行き交う商人の数が増えていた。ブルムント王国に活気があるのも、こうした商人たちが集まるおかげなのだろう。こんな道にまでこれだけの手間をかけているとなると、この先にある魔物の国はどういうことになっているんでしょうね。アルノーの疑問に、誰も答えられない。それは皆が感じたことそのままであり、答えを欲する気持ちは同じだった。商人から馬でも行けると聞いていましたが、本当ですね。ええ、森に入るから馬は邪魔になると思ったけど、そんな心配は不要だったわね。日向も魔王リムルが行わせた大規模な工事の報告を受けていたが、自分の目で見るとなると、やはり驚きを隠せない。人の侵入を阻むジュラの大森林が、ピクニック気分で気軽に旅行できる場所へと様変わりしているのだから、それも仕方のない話であった。しばらく馬に揺られて、一行は道なりに進む。すると前方から、狼に乗るホブゴブリンがやってくるのが見えた。気づかれたか？待て、そんな様子ではないわ。警戒する部下たちに、日向は冷静に指摘する。そして、その指摘は正しかった。ホブゴブリンたちは気楽な様子で雑談しているのか、笑い声まで聞こえてきたのだ。見通しがいいので、ホブゴブリンたちも日向たちに気づいたようだ。片手を上げて、親しげに接近してきた。よう、あんたらは初顔だな。商人には見えないし、冒険者かな？ええ、そんなところね。そうかそうか、君らの仕事の成功を祈るよ。それで、だ。大丈夫だとは思うが、一応注意しておくぞ。そう言って、そのホブゴブリンは口調を改めた。そして始まったのは、この街道を利用するにあたっての注意説明である。ゴミを捨てない。この街道上での喧嘩はご法度。野宿する場合、10キロ地点ごとにある水飲み場を利用すること。20キロ地点ごとに交番があるので、そちらの方が安全であること。お金があるなら、宿屋が40キロ地点ごとにあること。困っているものを見かけたら、必ず最寄りの交番に連絡すること。などなどだ。いいか、10キロ地点には輝く石板もあるんだが、それには手を触れないように。もしもそれを壊したら、厳しい罰則が与えられるからそのつもりでな。その輝く石板というのが、結界を維持している魔法装置なのだという。石畳に混じって輝いているので、夜には目印としての役目も果たすそうだ。本当に魔物なのかと疑ってしまうほどに、その注意事項は細やかだった。ええ、わかったわ。親切にありがとう。なあに、いいってことよ。俺たちみたいなものが巡回しているから、何か困ったことがあれば言うといい。そのホブゴブリンたちは、巡回の警備隊のものなのだという。そう言い残し、さっそうと去っていった。残された日向たちは、呆然とその後ろ姿を見送る。あの、日向様。待て、落ち着きなさい。少し考えてから、ちょっと話しかけないでくれるかしら？そう言ってアルノーたちを黙らせて、日向は物思いにふける。そのまま黙って移動すること1時間、水飲み場が見えてきた。
ホブゴブリンの説明にあった、路肩に歩きロボット通りに、現在位置がわかるように1キロごとに設置されたそれには、シュトリムルの西門をゼロ地点として、数字が割り振られていたのだ。あと何キロ歩けば、水飲み場や交番や宿屋があるのか、それを見れば一目でわかるようになっていた。高速道路などを知る日向には、そうした標識が何かあった場合の安全にもつながることがわかる。救助が必要で戻るか進むか迷った時、どちらに向かえばいいのかすぐにわかるからだ。本気で旅人のことを考え、その安全に配慮していることが伺えた。ちなみにこの世界の種は、元の世界のものとは異なっている。しかしそれを無視して、リムルは自分が理解しやすい表記を言っている。キロという単位も、平均的に1時間で進む距離を5キロと定めて計算したようだ。なので、1日8時間移動する前提で、40キロ地点ごとに宿屋を用意したのだろう。荷馬車の速度も人と大差はないので、少し余裕を持った工程を組むなら宿屋を利用しやすい。いろいろと計算されており、その思惑が透けて見えるようだ。もう疑いようもなく、リムルは人との共存を望んでいるのは明白だった。ブルムント王国に至る予定より、出てからの方が快適である。その水飲み場では、そのまま飲める水が用意されていた。誰でも無料で利用できるらしい。それを見た時はめまいがしそうになったものだ。水は無料そういう日本人的な感覚を、このような危険な場所でまで適用させるその神経に、ちょっと文句を言ってやりたい気分に陥ったほどである。野宿する者のために、炊事場がある。さらには、テントが張りやすいように広場まで。丸太の長椅子が置かれた場所には、雨よけの屋根まで設置されていた。どう見ても、キャンプ場のノリである。人の踏み入れない聖域であったジュラの大森林が、今や、誰でも気軽に利用できそうな様相を見せていた。多種多様な魔物がはびこるジュラの大森林。B ランク以下の冒険者たちにとっても、油断が死につながる危険な場所である。ここは人の住まう領域ではなく、魔物たちの楽園だった。そんな不可侵領域を、誰でも気軽に行き来できるように開発するなど。日向は検討すらしたことがない。できるできないではなく、想像も及ばなぬ事柄である。それは日向だけではなく、同業者である神楽坂結城も同じだろう。自分たちが魔物の脅威から必死で人々を守っている間に、こんな簡単に、ふざけないでよ、と日向が思ったのも仕方ない。でも、今なら彼の言っていたことの意味が理解できるわね。日向は思い出す。イングラシア王国にある日向のお気に入りの喫茶店で、結城とは定期的に情報交換を行っていた。その際に、リムルに関する話も聞けたのだ。リムルは、魔物の国を本気で発展させるつもりでいるらしい。それだけでなく、西側諸国とも友好的な付き合い方をしたいと模索しているのだ、と。最近出されるようになった新作のブランデーケーキ。それもまた、豊富な酒類をリムルから簡単に仕入れられるようになったおかげで完成した品だという。まあ、あの人は規格外だよ。余裕があるっていうか、なんていうか、俺たちよりもずっと先を見据えている、って感じがするんだよね。だからこんな、美味しいものとか再現することに、かなり本気で取り組んでいるみたいだよ。幸せを噛みしめるように、少しずつケーキを口に運ぶ日向に、勇気は苦笑しつつそう言った。続けて、リムルと敵対するのはおすすめはしない、と忠告されたのだ。自由組合はリムルに味方すると、暗に示唆された形である。その時は返事をせずに流したが、今ならば。確かに、余裕がなければ、こんなことにまで気が回らないでしょうね。感謝の言葉を述べながら水飲み場を利用する商人たちを見て、日向はそう思ったのだった。水飲み場を後にして、さらに2時間。そこで、最初の宿が見えてきた。この街道上に7つあるという、その7番目だ。日向たちは、その宿で一泊することにした。その食堂にて。さて、諸君、意見が聞きたい。日向が開口するなり、みんなに問う。皆を代表して、最初に発言したのはアルノーだ。正直な感想ですが、いいですか？そういう意見を期待している。言ってみてくれ。日向に促され、アルノーは答える。この街道を見るだけでも、魔王リムルというのは凄まじく有能な王であると思いますね。警備兵が街道を守っているという安心感は、人を呼び込みます。ファルムス王国を経由する道は、間違いなく衰退するでしょうね。続いてバッカスが、重々しく意見を述べる。うむ、怖いのは魔物だけではない。商人を狙う盗賊の類もいるし、病気や怪我をすることもあろう。馬車が壊れて立ち往生など、そういう事例はこと書きませんな。人が多いというのは、そういう心配が少なくなるということですしな。困った時に助けが期待できる環境というのは、それだけで安心感がありますものね。金銭面でも、大規模な護衛団を雇う必要がなくなります。それだけでも、ねえ。バッカスの言葉に、リキスとフリッツも同意するようにうなずいた。おおむね、リムルに好意的な意見が多い。下手な領主よりも知性に力が注がれているようですし、魔王というよりも良き王であると言えそうです。そうだな、見習うべき点も多い。我らが祖国ルベリオスでも取り入れるべき仕組みだ。神的認定しなくて正解でしたわ。あとは、魔王リムルが日向様の謝罪を受け入れてくれればいいんですがね。そんな彼らに、日向も同意するようにうなずいた。やはり、誠心誠意謝ってみるしかないわね。
それでもマオーリムルがどうしても一騎打ちを望むというのなら、受けて立つしかないけど。それに、日向は疑問に思う。なぜ今さら、リムルが一騎打ちを望むのか？日向のしたことが許せないのだとしても、それが戦う理由にはならないように思う。日向にはリムルが、魔王として覚醒した力を見せつけたい。などという。そんな低俗な考えを持つような人物には思えなかったのだ。そんな疑問を抱きつつも、日向たちの旅は順調に進んだ。7日目の夜も宿屋に泊まったが、すでにイングラシア王国の高級宿舎並みの豪華さだった。大浴場まで用意されており、旅の疲れを癒すことができる。宿屋の見せ番は、ブルムント王国で募集されたものが必ずいた。魔物の店員は金銭のやり取りを勉強中らしく、そんな見せ番に指導されている姿を目撃するのも珍しくない光景だ。そこには魔物と人の理想的な関係があった。日向をして、ルミナス教の教義を見直さざるを得ない、と思わせるに十分であったのだ。明日、シトリムルに着く。そこでリムルと再会することになるだろう。願わくば、戦いではなく話し合いになってほしいわね。都合の良い身勝手な話だとは思うが、それが日向の本音だった。しかし、絡み合う悪意に翻弄されて、その願いは叶わない。今回はここまでです。また、ラーメン餃子ライス食べたいっすね。今度は違う味を試したいっすね。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。